皆さんこんにちは、ひさちゃんです。毎回オープニングは相方スピーとアドリブでやってますけど、アスピーは結構天然で、その天然ぶりを今回は検証したいと思います。ある言葉で本人が有村架純の名前を出すんじゃないかと私は思ってますが、結構あの子頭の回転が早いから間を置かず有村架純になりきると思います。じゃあ検証していきましょう。レッツゴー。ウェットさん、今日もこの時間が来ましたね。最近もう今日は大雨で屋久島はすごいことにはなってませんが、なんか寒いっすよね。また寒いですね。今日は汗かいてないね。昨日まであったかかったのに何ちゅう役所なんだろうと思って何か話すことないですか。今日オープニング映画の話ですか。映画じゃねえよ今まあ見たいなと思ってなんとかわかんないガタガタ言うな大丈夫。じゃあ行こうか。はい、須田将暉と有村架純の愛のお料理ショー始まりますよなんでお前乗るの出てる目洗うよ。久田ちゃんとアスピーのお料理チャンネルのお時間です。やってまいりました。今日のお題は、今日はナポリタンを作っていきたいと思います。いいですね。ちょっとまあいろいろ作り方みんなちょっと調べたらあるんですけど、僕が作るやり方はちょっと味が濃いかもしれないですけど、結構美味しいんで濃い味の方がいいと思います。ありがとうじゃあそれ作っていきましょうか。はい、レッツクッキング。じゃあスピー、今日の食材の紹介をお願いします。はい、まずパスタ、はい、トマト、はい、ピーマン、玉ねぎ、はい、ウインナー、はい、ニンニク、はい、バター、はい、デミグラソース、はい、とケチャップ、はい、ですね。材料、玉ねぎはちょっと厚めに切りましょう、食感を楽しむために、はい、じゃあパスタを湯がいていきます。全部入ってる。パスタを湯がいていきます。その間にソースを作りましょう。パスタの湯がく時のお湯加減はこれぐらいです。あまり沸騰させない。オリーブオイルを大さじ1杯入れます。ニンニクを香り付けに粗切りにしてます。わからない。ちょっと塩です。
玉で、その煮汁に。うん、で、ここに入れる。で、3日だけ。カスタード入れていきましょう。それで少し作るかもしれない。それで当てて、お湯の中にピーマンを取り込んで10秒ぐらいですね。ピーマンのアクティブな値段を入れてください。島の島社長さんが、ね、もう素人じゃないでしょって言われて俺のコンセプト素人に作られたっていうのはもう終わるかもしれない。盛り付けます。いや、いいよほら、あれでやめとけばいいもの。もうなんか食欲がすすらんがね。粉チーズを、粉チーズをかけて、はい、黒胡椒をかけて完成です。完成です。誰かお前に失礼なこと言ったし、お手手が近いと俺が泣かしてるから。お兄ちゃんでもいいよ。お兄ちゃんもいたろ。箸かい。まあ、いいんだけど。役所間の人は箸で食べるのが普通です。いただきます。これよその人も見てるからね。どう、うん、味やっぱ濃い。やめましょう。どう、そうでもない、ちょうどいい。うん、うん、試しあれ。